文京区では28回目を迎えた恒例の朝顔ほおずき市が開かれています。伝通院で開かれている催しでは、紫や白など鮮やかに咲き誇るおよそ900鉢の朝顔を見ることができます。1鉢1800円で販売されていて、訪れた人たちは可憐な花をじっくりと見定め、気に入った朝顔を買い求めていました。淡い色が気に入ったので、なんかいろんな株が入っているということなので、ピンクとかも出るそうなんですけど、楽しみです。咲くのが朝顔を買った人は早速ベランダに飾り、夏の風物詩の咲き具合を楽しみたいですと話していました。また玄覚寺では1鉢2000円のほおずきおよそ500鉢が販売されていて、訪れた人たちは赤く色づいたほおずきをじっくりと眺めていました。朝顔ほおずき市は明日まで開かれています。